本日はニーサにより進行中、キャピタルフライトは日本を滅ぼすでございます。はいはい、これ楽天の、投資信託買い付け額ランキング12月4日から8日というものですが、この1位が、eMaxis Slim、米国株式 S&P500、2位が全世界株式でございますけれども、今NISA推進などでですね、投資する先のほとんどが、米国のインデックス株、また世界株って言っても 60% 以上米国株でございますから、基本米国にお金が流れるという状況でございますね。これよくよく考えたらですね、日本人が米国株買ってるなんて本当にありえないのですよ。戦争相手の国にお金を送っているようなものですから、そんなことしませんよね。爆弾がたくさん飛んでくるのは当たり前ですよね。経済って経済戦争ですよね。その競争している相手の国にお金バンバン送るんですから、日本企業ボロ負けになりますよね。今アップルの時価総額は440兆円ぐらいあります。トヨタの10倍です。資本市場における力っていうのは基本的には時価総額ですから、そりゃそうですよね。日本人がこぞってアメリカ株買うんですから、アメリカの会社は強くなり、日本の会社はどんどん負けていく、これ当たり前ですよね。これなぜこんな当たり前のことがおかしいと誰も言わないのかと、恐ろしい状況でございますね。これが資本主義の洗脳ということでございますが、なので、日本人が日本国に投資できるようにあらゆる投資商品を提供するということで、最近山中さんと始めた投資ブラザーズ、この使命を追ってですね、開始いたしましたということでございまして、これはただのビジネスではなくですね、また違った切り口の日本を守る民族運動なんだという気持ち、気持ちだけではなく、そういう趣旨でやっております。で、今日の番組の後半はですね、NISA推進で起こっているキャピタルフライトについて、投資ブラザーズの番組で配信したプレゼンを使ってですね、配信をさせていただきます。もう一回プレゼン自体は新しくやりますけれども、元、投資ブラザーズの方ではすで、に発信したものでございます。で、今日ですね、12月15日金曜日のこのあと21時からライブで、投資ブラザーズ特別企画、山中さんと一緒に、来年の経済を予測しますという内容の動画を撮らせていただきます。コメント概要欄に、リンクを貼っておきますので、ぜひ投資ブラザーズの方も、チャンネル登録よろしくお願いいたしますと。はい、ちょっと番宣というかチャンネル宣伝の意味も込めた今日の動画でございますが、この後の、内容もですね、ここからでございますけど、キャピタルフライト、これは起こっていると、それがどうなるかという動画でございますので、ぜひ引き続き最後までご覧いただけたらと思います。はい、行ってみたいと思います。これは割とよく見る、図でございますけど、日本は、対外純資産が世界1位なんだよと、世界一お金を貸している投資している国なんだよということでございますけど、しかし国民にとってこれは良いことなんですかということですね。対外純資産が多いということは、対外純資産が多い、それは海外にお金を置いている、国の外にお金を持っていっているということですね。その分日本国内のお金が減っているっていうことですから、これは日本国民が損をする要因です。逆に世界最大の赤字国、米国がなぜ最も豊かかというと、赤字イコール他の国からお金を借りているということでございますから、借り続けている限り豊かだということですね。しかし借り続けられるのかということに関しましては、ちょっといろんな疑義が出てきている状況にはございます。ただ基軸通貨はやっぱり強いですね。直ちに破綻はしないでしょう。で、こちらが、日本の対外純資産が何が増えていますかということなんですけど、グラフで見たら、明らかな通り直接投資が増加していますと。
直接投資っていうのはですね、海外に企業を設立したり、海外の会社を M&A したりするようなものです。これはつまり、日本国内に魅力がないから海外に行っているということで、まさに産業が空洞化しているということでございます。で、こちらが、割とよく出してきた、最新状況でございますけど、ゆうちょ銀行の外国証券の金額はなんと 78.3 兆円と、ゆうちょ銀行の、預かり運用資産の 34.6% であります。恐ろしいですね。国内に有望な運用先がないため、銀行も海外資産を増やし続けています。はい。こちらは、GPIF、年金ですね。はい、年金、これも何度も言ってきましたけども、外国株式、外国債券、これ足すとですね、外国証券が 109.5 兆円、トータル資産の 48.91%、約半分、日本の年金の半分が海外に流出していますということですから、これが空洞化以外の何事でありましょうかということでございます。こちらは、銀行の対外証券投資、日銀の統計でございます。はい。バーって増えて、はい。ここからも増えるんでしょうね。2022年 129.8 兆円と。日本の銀行も海外資産を増やし続けていますと。こんな状況ですね。企業の海外への直接投資、また銀行の証券投資、海外証券投資、イコール、これは私は、キャピタルフライトだと、思っております。はい。日本から資本が逃避しているということですね。紛れもなくそうだと思いますが。キャピタルフライトが進むとどうなるんですかというとですね、教科書的には通貨暴落やハイパーインフレが起きますと、いうことなんですが、日本がすぐハイパーインフレになることは、それさすがにありません。さすがにありませんが、異次元の円安などは今のままの状況が続くとですね、本格的なキャピタルフライトが、10年以内に起こると私は思っています。まだ入り口ですね。これが本格化したらどうなるんでしょうかと。こちらは、実質実効為替レートという数字でございますけど、結構番組で出してきましたが、日本のこの数字はですね、現在の数値は1970年代と同じ水準なんですね。為替の、基準値がですね、1ドル360円だった時代と同じような円の弱さだと、言われるわけですが、だからといって今1ドル360円になるよという、そんな単純な問題ではないんですけど、しかし一つの見方としてですね、この実質実効為替レートというのはインフレ率や輸出入から計算された、客観的な指標でございまして、他の国と比べてみて通貨が弱くなる要素がめちゃめちゃ大きいということは事実ですね。はい。そういうこともあって円が下がっているわけです。で、今やですね、OECD 発表、国別平均賃金で、日本とアメリカを比べると、日本の平均賃金はアメリカの半分しかありませんよと。恐ろしい状況でございます。私結構これ演説でも最近使うようにしているんですが、半分ですよ、アメリカの。